物質の中にもその無限の宇宙が広がっている。科学で人類を救うみたいなことができたらめちゃくちゃかっこいいなと思って、これうまくいったら世界変わっちゃうんじゃない？この春に物理工学専攻の戸倉研究室で博士号を取得して、現在は理化学研究所で研究員をしている藤代理香子と申します。これ小学校1年生ぐらいの時に両親にたまたま買ってもらった図鑑なんですけど、銀河系のこういう写真がたくさんあって、これを見た時にものすごいなんか恐怖を感じてしまって宇宙のまだわからないこととかをなんか解決することができたら少しなんか気持ちも楽になるのかなと思って、それで宇宙物理とか素粒子物理の道に行こうというふうに、まあ、小学校低学年の時に思いました。時間とかそういうものの不思議さに興味を持って、まあ、なんかタイムマシンとか作れたらいいなと思って、アメリカのスタンフォード大学の世界中の高校生を集めてそういうサマースクールをやるっていうのがあったんですけれども、それのなんか素粒子物理分野とかに勉強しに行ったりして、それが地元の新聞にタイムマシン少女みたいなの見出しですごいなんか話題になってしまって、大学入るまでタイムマシン少女っていうそういうキャラクターで、はい、ちょっと知れてました。たまたまあの駒場の選択授業みたいなので、あの太陽電池の授業を受ける機会があって、その物質の中の性質を知ることで電気を取り出して、でそれが我々の実際の毎日の生活に役立ってるんだっていうことになんかすごい衝撃を受けて、自分にとって今まで宇宙とかそういうものはすごいモチベーションにはなってたんですけども、なんか何か全く新しいそういう物理の原理を発見することで、まあ、根本的にブレイクスルーになるようなそういった物理原理を発見したくて、なんか自分がしなきゃいけないっていうような、なんか初めて使命感みたいなものを感じて、実はそれがきっかけでちょっと今の分野に入ることになりました。なんかちょっと味とかあってかっこよくないですか、ね、地下のなんかやばい物工見学来た時やっぱこの廊下歩いてすごいいいなって思います。めっちゃわかるわ、ハザード感ね。ここが一番メインの部屋です。このちょっと今つけられないんですけど、この3本の針から雷みたいにこう高圧電流が流れて、金属だと全部電流流れて下に落ちるんで混ざって溶かすみたいな、なんでほぼ溶接職人。いやなんかもうこんな感じでこういう手袋してもう感電死しちゃうんで下手すると。修士の時に初めてそのやり方っていうのを習ったんですけど、なんかそれできるようになったのがすごい嬉しくて、とにかくいろいろ混ぜてみたくなってなんか休みの日とかも勝手にいろいろこう混ぜてたんですけど、もともと卒論の時に研究してた物質ですごい大きな熱伝効果を出す物質があったんですけども、この物質に今ある元素をドーピングできたら、まあ、すごい面白いんじゃないかって思って、で上司に相談したらそれ絶対多分混ざんないよって言われたんですけど、でもそれでもちょっと自分の目で確認したくなって勝手に混ぜたらなんかできてしまって、組成をこう変えてったんですけど、その変え切った先が、まあ、世界で一番有名な実はスキルミオン物質 でその間のシリーズっていうのをその私が世界で初めて、まあ、合成することに成功して、実際は泥臭い作業が多いんですけど、でもその中でも結構なんだろうな、自分の狙ったものが出た瞬間とか、あとは予想を超えてもっとすごい予想外の結果が出た時とかは、やっぱ一番嬉しい瞬間です。これ1個が数時間の努力なので1日にめちゃくちゃ頑張って3個とかなんですけ ど、ね、なんか卒業するときに自分が失敗したこの玉の多さにびっくりしちゃってなんかもうそれこそ100個200個ぐらい出てきて、なんか妙に感動しました。失敗をちょっと
これからも大人になっても恐れないでどんどん失敗していける研究者になりたいなって思います。とこれはちょっと恥ずかしくて同僚にも先生にも言えてない自分の野望みたいなものなんですけども、室温でそういう超伝導を出す物質っていうのを自分の手で作ってみたいなっていう夢があります。で例えば発電所から我々の家にこう送電する時もなんか 30% ぐらいはもうその発熱で電力が失われちゃってて、でもしその室温で超伝導を示す材料っていうのができればそのエネルギーロスを全部なくすことができて、なんか例えば全然充電しなくてもめっちゃ使えるスマホだったりそういうのができるんじゃないかなと思って、これうまくいったら世界変わっちゃうんじゃないってなんか言いながらなんか実験してたりして、それはめちゃくちゃやっぱり楽しいですね。